皆様、お久しぶりです。まじちゃんです。最初に言ってお、言っておかなきゃならないことがあります。私は11月の初め頃から目がよく見えなくなりました。目が、あの、ものが二重に映って、 ちゃゃんと見えなくなくっっちゃってちてょっと歯の方の治療も行ってないのでお見苦しい動画になってしまい申し訳ありません。あと突然 YouTube をやめた理由ですけれどもコメントとかでひどいことを書いてあったりひどいことが書いてあったり触れ違いざまに何か言われたりとかして気にしてしまい で、私、もともとうつ病なので、すごい気にしてしまって、それで、YouTube やるのがすごい辛くなってきて、突然やめたりしてすいませんでした。登録者の皆様には、本当今でも感謝してますので、素敵とか言ってくださった方もいるのに、本当に申し訳ないことをしました。そして、 今こうやってちょっと歯の治療行ってないので歯もちょっとお見せするような状態じゃないんですけれども今の状況をお話ししたいと思って動画を撮ることにしましたでまだ目が完全ではありませんでも3週間前に比べたら少しずつ良くなってるっていう感じです ですので、ちょっと今回の動画は顔が全部出せないような状態で大変申し訳ないと思いますが、どうぞお許しくださいませ。それで、また動画を撮りたいと思ったのは、まず目が悪くなって、お化粧をしたいって思ったんですよね。で、お化粧をして、また皆さんの前に出て、 あ今、マリちゃん、そういう状況だったんだねって、分かってくださる方がいらっしゃると思い,思いまして、勇気を出して動画を撮ることにしました。で、今、うちの父も認知症を患っており、様々な方にご迷惑かけたりとか、あと、いろんな様々な出来事がありまして、そちらの対応にも追われたりとか、あと、主人が、 咳喘息になって、あの、コロナに間違えられたりとかしますので、お店の方にはコロナではありません、移りませんとはちゃんとお話しするようにしてます。お店に入るときはちゃんとお話をして、それで食べさせていただいてるという状況です。ですので、あの、この動画ね、 と誰かの勇気になるかなと思って、私のような目が悪くなっても、このように動画を撮る方もいるということを知っていただいて、それで、あの、だけど登録者の皆様にはすごい勇気をいただいたり、力をいただいたり、まりちゃん頑張ってって声が聞こえてくるような感じがして、すごい嬉しかったので、そあの人たちっていうか、 私のことを応援してくれた人たちにお礼したいって感謝の動画を撮りたいと思ったんですね。どうぞこれからもよろしくお願いします。で、動画に関してはまた撮影できるかどうかは未定です。でもこうやって笑顔が見せられるほど少しずつ回復してきたかなということです。まだ完全ではありませんが、 マジで見かけたら、見守っていただけると、見守っていただきたいと思います。皆様の声が届いているような感じがします。今でもこうやって撮影してても、マリ、ま、ちゃん負けないでねっていう声が聞こえてきます。どうも皆様、本当にありがとうございました。 そんなわけで美容室にも行ってないし、歯の治療も行ってないで、大変お見苦しい動画になってしまって申し訳ありません。でも、絶対に分かってくださる方がいると思って、あんたばかりじゃないって、絶対分かってくれる人がいるって、そう信じて、この動画を撮ることにしました。どうも、今回は、 以上になります。今、部屋の中を映しています。私の部屋です。どうも、今回本当にご視聴ありがとうございました。